はい、どうもドラフトワンです。今回はユーフォルビアの後輩から未生までやっていきたいと思います。ユーフォルビアってオス株メス株あるんですね。ですのでその後輩の方法から実際に未生するまで紹介していきたいなと思います。で、今回用意したのはユーフォルビアのバリダーです。後輩自体は結構簡単にできるんで、後輩試したいなっていう方にはおすすめの品種です。まあ、ということで、まあ、やっていきたいと思います。まずなんですけれど、ユーフォルビアオス株メス株あるものに関してはオス株メス株一つずつ準備してください。で、メジャーな品種の場合はそんなにお値段もしないので、まあ、一緒に揃えるのもありかなと思います。ちょうど交配できるタイミングなんで、まあ、交配していきたいと思います。すでに結実はしてるんですけれど、まあ、これも交配の作業をした結果、まあ、結実しています。今回、まあ、こちらですね、まあ、これ谷くん工房さんのやつなんですけれど、この真ん中のところですね、まあ、ここに花粉をつけていきたいと思います。まあ、こちらオス株あるんですけれど、まあ、花粉ありますよね。まあ、花粉を、まあ、こういった腕で花粉を取ってやって、まあ、花粉を先ほどのここちょっと出っ張ってるところですね、ここに、まあ、筆でつけていきます。うまくいくと、まあ、こちら横にあるような実ができてきます。そうすると成功です。うまく結実しましたっていう段階になると、これだんだん今緑色なんですけれど茶色っぽい色になってきます。茶色になってからしばらくすると種が弾けてしまうんですね。まあ、弾けてしまうと種の回収難しくなるんで、弾ける前に回収するようにします。毎日鉢を見ることができるんだったら、まあ、茶色になったタイミング見計らってピンセットでこの実を取ってやればいいですね。今取るものがないんですけれど、まあ、こうやってピンセットでつまんで取ってやればいいと思います。最初どうしたら種取っていいタイミングかわからないと思いますので、この上の部分とかちょっとつまんでやったりすると白い液が出てきますので、そうするとまだ種取るタイミングじゃないですよってことを示しています。逆に言うと、そこから白い液が出なくなれば種を取るタイミングですので、まあ、回収してください。毎日株見ることできないです。種が弾けてしまう可能性があるなと思う方は、例えば、まあ、ここに綿をつけてやって種が綿にくっつくようにしたりとか、まあ、網かけて種が飛ばないようにするとか、そういった工夫が必要になります。オベサの実がこちらになります。で、今回種実際に撒いていきたいと思います。種の撒き方は基本的には多肉植物の種の撒き方で問題ありません。まあ、あんまり工夫の余地はないかなと思います。鉢用意して、まあ、今回もプレステラ90でやりたいと思います。培養土は自分がブレンドしたものを使ってます。まあ、過去動画にも出してるので興味があれば見てみてください。で、左側にバリダの種入れていきたいと思います。ということで、バリダ植え終わりました。多分あんまり見た目じゃ分かんないと思うんですけれど、次オベサ行きたいと思います。バラバラ巻いていきたいなと思います。ということで、巻き終わりました。で、ラベルちょっと貼っていきたいと思います。まあ、テプラで作ってます。ラベル貼っとかないと分かんなくなっちゃうんで、まあ、極力ラベル貼るようにはしています。で、この後腰水していきたいと思います。もう水は貼ってあるんで、こう入れてやるだけですね。ちなみに殺菌剤撒くの忘れてました。後で撒いておきたいと思います。今回はユーフォルビアのオベサ、バリダの交配方法と種の撒き方を紹介しました。交配できる環境さえ準備すれば簡単に交配できて、まあ、種も簡単に取ることできますし、種撒きの体験もできるので、まあ、交配楽しめる良い品種かなと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。チャンネル登録もまだの方はぜひお願いします。それではまた、バイバイ。